どうも、ピッチピッチーなテクタンと申します。ドラゴンクエスト11実況プレイパート99、始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。いや、もう99まで来ましたね。結構、来たね。はい、ということで、これまでのあらすじ。魔王を倒す旅の途中、ブンタンたちは、ホムラの里の巫女、ヤヤクから化け物退治を頼まれるが、その正体は、里の儀式を阻もうとする、兄弟の変装だった。兄の手羽と日野の木火山で人食い飛竜を目撃した一行は、里を襲い弥薬を人のみにした飛竜を追い払う。逃げていった飛竜を追い、一行が河口にいる飛竜を倒すと、八田の鏡の力でハリマが元の姿を取り戻す。弥薬への伝言を頼むと、ハリマは昇天し、弥薬とハリマ、飛竜の運命を宿命を断ち切った一行は、村人にそのことを伝えるべく里に戻った。弥薬を失い、里の未来を嘆く村人たちだった手羽の力強い言葉に励まされ、これからは自分たちの手で里を守っていくことを誓い合う。里のこれからを見届けた文旦たちは、再び魔王を倒す旅を続けるのであった。その後、再びホムラの里に戻った一行は、弥薬の侍女侍女じゃない気がするんやけどな、金属茶屋の鍵を手に入れ、勇者の剣を作るため日野の木火山にある伝説の火事場へ向かう。はい、ということで、さっきの説明にあった通り、伝説の火事場に向かいます。ヨッチがね、結構行ってないところまた増えちゃったんやけど、それはさておき、日野の木火山ということで、日野の木火山の火事場に向かいます。よし、まあおそらく一番左のね、なんか厳重に守られてたところやと思うんで、ここ。あれ、ここやっけ？じゃあ、これのさらに置くか。あ、分担レベル上がりました。ナイスー。はい。この人まだおるんやな。お疲れ様です。ちょっと待って！そういう感じやったんか。いや、話しかけてないんやで。話しかけてないんやけど、こっち見られた瞬間、バトル挑まれたんやけど。目と目があったら、バトルの印、ポケモンかーいっていうね。今度はセイニャちゃんがレベル上がりました。上がりすぎじゃないかな。そう言われても、そう言われても敵が出てくるんやからしゃあないよね。ここやと思う。はい、使います。おー、開きました。めっちゃ赤い。熱そう。え？なんもあらへんけど。加工に聖なる種火。の炎、まあ、くべなあかんのやと思うけどさ。聖なる種火が火山に反応しておるのか、分担よ。種火を火山に向けてみよう。何か起こるかもしれん。さらに燃えそう。っていうか、もしくは、こんな感じで紛れてまいそう。さようなら。わー！ここさ、道細かったからさ、その細かった部分がポッキンしてなんか、落ちそう。な感じがする。浮いてるっていう、そういう設定なんかわからんけど。おー。道ができた。この BGM は？これ3やっけ？ 3 のなんか神殿っていうか、そういう系のとこの BGM やったっけ？すごい、マグマから火事場が現れるなんて、この火事場こそ、先代勇者さんたちが、剣を撃っていた場所に違いないわ。よし、やろうぜ、文旦。魔王の奴をぶっ倒すため、ここで新たな勇者の剣を作るんだ。3やっけ。まあ、BGM のことはさておき行きましょう。うわぁ。結構なんかすごい。そりゃ伝説やわ。この台座からは何か特別な力を感じる。ここでならば特別な剣が打てそうだ。誰が打つんこれ。ガイアのハンマーで伝説のオリハルコンを鍛え、新たな勇者の剣を作りますか。ブンタンがその特別なさ、力持ってなくて大丈夫なん。火事の力みたいな。トンテンカン。あ、打ててるの？とりあえず打てば勝手に形になるみたいな。あ、でもあれか。不思議な火事で慣れてるか。どう？ええ感じ？なんだ、交代交代でする？それとも神をやりたいだけ？ブッダ、次は俺の番だぜ！俺もやりたいんだぜ！みたいな。
そういう感じじゃない。あら、神ちゃん、抜け駆けはなしよ。ねえ、文太ちゃん、私たちにも手伝わせてほしいの。やっぱやりたいんやん。でもいいやん、みんなで叩いた方がさ、なんかみんなの力がこもってそう。天台の勇者も仲間たちと力を合わせ剣を作っておったようじゃ。わしらも負けてはおれん。それならそれでいいや。そう、これはあなただけの戦いじゃない。私たち全員の戦い。いいね、いいね。そういうチームワーク。すごくいいよ。新たな勇者の剣。我らの思いも、その投資に込めさせてくれ。よし、みんなで戦おう。文旦様、私たちの力もお使いください。いいな、私もやりたいな。文旦、お前のおかげで、俺は宿題を果たし、マヤを救うことができた。今度は、俺がお前の力になる番だ。トンテンカン。文旦ちゃん、あなたに見せてあげる。世界を救い、みんなを笑顔にする、シルビア一世一代のエンターテイメント。みんなの思いがこもってくね。エレノアよ、アーウィンよ、どうか見守っていておくれ。お主らの子に、勝利と幸福があらんことを。あなたを守ることが私の戦いだと思ってた。でもそれは違ったのかもしれない。あなたと共に、みんなを守る。それが私の戦い。もう全ての人を守ってくれるというね、強い意志。文旦よ、騎士として俺は誓う。たとえいかなる敵が相手だろうと、最後まで希望を守る盾であり続けることを。かっこいい。ベロニカお姉様、あなたのグズな妹も少しは強くなれました。だからどうか心配なさらないで。私は文旦様と一緒に戦います。いや、絶対強くなったよ。少しどころじゃなくてめっちゃ強くなったと思う。はい、ということで叩いていき、おー、完成したの？なんか色真っ黒やけど。勇者の剣、果たしてどれほどの代物なのか。さあ、文旦、手に取ってみろよ。それで色がつくんかな。命が剣に宿り、色が生まれると。素晴らしい。勇者の剣を手に入れた。強そう。共に戦う仲間と空飛ぶ神の乗り物、そして新たなる勇者の剣。ついに魔王と戦う準備が整ったか。ねえ、魔王どこにいるの？あっこ行けばいいんかな、あの命の退治のところ。あ、いよいよ大詰めだな。行こうぜ、魔王の城へ。どこかってみんな知ってるん？で、どこだっけみたいな。そんなこと言うんやめてよ。文旦様、いざ最後の戦いの地へと参りましょう。いや、なんか促されるまま最後の知恵って言ってるけどさ、もう、もしかしてあれなん、終わりなん、もっと長いと思ってたんやけど。あれかな、クリア後が長いんかな。天空のフルートを使いケトスを呼べば、空に浮かぶ魔王の居城へもたどり着けるはずですわ。魔王に挑む者、ウルノーガに挑む勇者に贈られる称号。じゃあちょっと装備してみましょうか。今デーモンバスターになってるからね。どれぐらい強いか。勇者の剣と、あれ下がるね、片手剣やからか。魅力がめちゃんこ上がる。でも聖なる光で悪い効果を払うやから、何かしらのね効果があるはず。あ、ついでに盾がつけれる。デルカダールの盾がつけれるね。あ、グレイグ将軍、デルカダールの盾、そっか。外しちゃったんか。デルカダールの盾つけて、リンネの盾をじゃあ、分担につけましょう。持ち物がいっぱいです。というのもね、よし。できればね、こういうの、つけといてほしいよね、っていう。はい、思い出の品的なやつ。弱くなっても、はい。じゃあ思いのほかここの話が早く終わったんで、ヨッチに行きましょうか。そういえば2の世界もまだ行ってなかったよね。そのバラモス城もまだなんやけど、ということで、ナンバリング順から考えて先に2からとりあえず行こうかな。まだ2の世界って1回も行ったことないしさ。サマルトリアのお城、あれここ行ってへんやん。よっち見逃してるんかな。探
すん大変やで。おー、サマルトリアのお城。うわ、懐かしい BGM。おろ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 。王子様が長い間、あ、それ探しに行く行方がわからなくなるのは初めてですよ。はあ、心配で仕方ありません。お一人で危ない目に遭っていなければいいのですが。妹ちゃんとかおるんかな、今ここに。サマルトリアの城にようこそ。実は先日から困ったことがありまして、どうか王様の話を聞いてください。王子の名前何になってるんやろ。おう、そなたは旅の者か。そなたのように各地を渡り歩く者にぜひ頼みたいことがある。先日、我が息子サマルトリアの王子が、名前ないんかな、つけてあらへんのかな。私のサマルトリア王子の名前はアーサーだったんで、アーくんって呼んでました。アーくんね。大神官ハーゴンを撃つため、ローレシアの王女を探しに旅立ったのだが、なんと我が息子の姿が、まるで煙のように突然消えてしまったのだというのだ。割とのんびりしてるんで。ああ、こんなところにいたんですか、みたいな感じで探しましたよ、と言われるで。その後息子は見たものはおらぬ。結構長い間見つかってないかな。頼む、旅の者よ、どうか。我が息子、サマルトリアの王子を見つけ、この城まで連れ戻してはもらえないだろうか。どこにおるんやろ。ガイアの鎧がもらえる。ブンブルク、ユバールの里に。王子がいる気がすると上ごとのようにつぶやいていたそうだ。ユバールに行ってしまった。あれやな、超えましたね、シリーズを。まあ、だいたい超えてるんやけど、ここのクエストは。しかしいる気がすると、あ、これ妹の部屋ちゃん。ここは王子様の妹君のお部屋。むやみに入ってはなりませぬ。入ったらあかんの。あれ、お城の外観ってあれなんやな。外から見るとあんな感じで屋根があるんやな。ここ教会よね。あの宝欲しいな。ああ、王子様は一体、今頃どこに、せめて無事でいらっしゃるように祈るとしましょう。ここでセーブはできない。ねえ、ちょうだい。この先はサマルトリア王家に伝わる、ロトの遺産を祀ってある場所じゃ。緑に人を入れるわけにはいかん。場所って言われても結構、一区画だけやけどな、一マス分だけ。扉には鍵がかかっている。あー、わかりました。じゃあユバールでちょっとアーくん探してきます。そっか、そんなとこに行っちゃったか。はい、ユバールにやってきました。昼の方でええんかな。何も言われてないけど。ん？単純にその辺にポンっているわけではなさそう。じゃあちょっと話を聞きましょうかね。まず長老に。族長ね、ユバールの取り手であるライエラを守るのがユバールの守り手となったキーファの役目。最初は軽そうな若者に見えたし、いろいろと揉め事もあったが、あ、そうなんやね。そんなことがあったよね。今では立派にその役目を果たしておる。今の婿殿は立派なユバールの守り手。夫婦でどんな困難にも立ち向かい、ユバールの民を導いてくれるじゃろう。あ、別にそういう話じゃなかった。ちょっとみんなに話聞いてまいります。あ、ところで何か聞きたそうな顔だけど、俺に用でもあったのか。はい、サマルトリアの王子ってやつが俺のところに来なかったかだって。そうです、それが聞きたいんです。ちょうどさっきのんびりしてたやつが来て、あなたはまさかローレシアの王子ではありませんかって聞いてきたな。また点々と移動した。さすがサマルトリア王子。確かに元々は王子には違いないが、あ、そうなんや。俺はグランエスタードの王子だと答えたらしょんぼりしてたっけ。それでさ、そののんびりしたやつは、上ごとのようにパデキアの洞窟に行くと言って、まずは王女を探そうかな。パデキアの洞窟の王女またちゃうよ。いきなり俺の目の前からパッと姿を消しちまったんだよ。あいつ一体何者だったんだろうな。パデキアね。いや、なんかこうさ、サマルトリアの王子って、なんかもう、こんちくしょう、お前そんなとこで、みたいな感じで言われるけどさ、よく。でもさ、ローレシアの王子もさ、めちゃんここりじゃん、肩。移動してるわけやん、あっちや、こっちや。一緒やん。一緒やんって、お前も。こっちも結局、うろうろしとったん一緒やんって。態度があれやからさ、ちょっと、なんかいろいろ言われがちやけどさ、サマルトリア王子も結局は一生懸命探しとったんよね。
と私は思う。さあ探すんやけど、どこ行ってるんやろな。奥まで行ってもたんかな。奥まで行ったと思って探すことにしよう。これ乗る方向間違えてない？あ、大丈夫か。大体の道は覚えてはいるつもり。多分。私の記憶力を舐めてはいけませんで。よしよしよし。さあ、この階段降りて、真ん中で、もしかしてなんか、閉じ込められてるんちゃうんやろうな。あれ？宝箱、あれ？これどれ乗るんやっけ？どれ乗るんやっけ？これやっけ？で、からの、からのこれやっけ？あれ？どれやっけ？あれ？これか。これね。で、からの、からの、これやっけ？これね。あ。あ。あーやけど、どこ行ったんやろ。パデキアの洞窟におるんじゃない。あれ？他なんか行けるとこ、なんか落ちてしまったとかかな？もしかしてこうやって、動く床？動く床に乗ってるときに、落ちてしまうとこあったやん。いやー、それで落ちてしまったんですよー。テヘペローみたいな。ありそう。そこね、その上の階段。しかしそこにどうやったら行けるんやろ。これ？あ、落ちた落ちた。オッケーオッケーオッケー。あ、あ、こんなとこにいたの？あなたが魔物を倒してくれたおかげで、パデキアの種を探せるようになったわ。どうもありがとう。種さえあれば、クリフトの病気も治るはずよ。あいつには元気でいてもらわないと、なんか調子が出ないのよね。え、サマルトリアの王子っていう男の子を見なかったかですって？それなら、さっき私のところにやってきた男の子のことかしら。なんだか王族を探してるみたいだったわ。ムンブルクの王家の方ですか？と聞かれたけど、私はサントハイムの王女よって言ったら、がっかりした様子だったわよ。それでね、その後、その男の子ったら、サンタローズか、ちょっと待って。サンタローズってまだ開いてないよね。迷子か。こんなとこ落ちてもと思うな。どこ行ったんかと思ったら。ね、あの宝箱、結局まだ開いてないからあれって思ったけど、まだたどり着いてなかったんね。で、結局、何やったっけ、サンタローズやろ？そっか、覚えとかなあかんな。7行って、4行って、5行って。そうね、開いてないもんね。ってことは、ここはサンタローズか。まあ、いいやん、出身地としまして。え、いいやん。じゃあ、勇者の実家じゃない。ちょっとバラモス城に挑むとしましょう。さて。このクエストって何やったっけ内容。あ、バラモスの復活を止めてほしい。ということで、話を聞いてバラモスを復活させようとしている親玉を探せということで、まあ長そうなんですけど、どんどん行きましょうっていう感じね。私がなぜこうして蘇ったのかわからん。だが頭に響く声が教えてくれる。魔王バラモスを復活させろとな。させないよ。とりあえず左からぐるっと回っていきましょう。こっち階段ありそうよね。あるよね。あっちも上も気になるけど。地獄の騎士たちか。いやー、戦闘 BGM。3の戦闘 BGM。いや、懐か、うーい、ちょいちょいちょい。スーポンってちょっと。やめてくださいよ、ちょっと。そうやな、入れ替えで。おじいちゃんの復活ちょっと後でいっか、ごめんね。せいにゃちゃんにして、全体攻撃が欲しいな、これは。イオーラ、グレイグ将軍無心攻撃、せいにゃちゃんもイオーラ、イオーラ、イオイオーラ。で、ハッスルダンスで。
ほい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 。それと真ん中やっつけれるんじゃないかな、これで。まだこいつ結構硬いな。よしよしよし。え、強いな。そんな強かったか。ハッスルハッスル。よし、まあ、このターンでいけるかな？オッケー。強かった。はい。あ、またおる。ここのさ、バラモス城って結構入り組んでたよね。外出たり入ったりみたいに。誰かが頭に直接、脳内に直接。蘇れ、ネクロゴンド王国の者たちよ。魔王バラモスを復活させれば、今度こそ幸せに永遠に暮らせると。いや、やめとこう、バラモスは。これどっから入るんやろ。あ、そこね。そっちから回り込んで、あ、またなんかおる。動く石像。やだなぁ、ソードガードじゃなくて。あ、渾身斬りって両手剣の技か。どうしよっかなぁ。どうしよっかなぁ。まあ、火炎斬りしちゃう？しちゃう？で、グレイグ将軍無心攻撃の、メラミじゃなくて、まあ、ヒャドはちょっとそんな強くなくていいか、バギマぐらいで。バギクロスしちゃう？いや、バギマぐらいにしとくか。んで、スリープダガー。スリープダガーはいいぞ。寝ない！寝ない！石だから寝ない！俺寝んでも平気やし、みたいな。そういうやつやろ？昨日2時間しか寝てないし、意外とそんな強くなかった。はぁ、あ、おる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 、話聞こう。あの人らって、誰？左の人ね。バラモス様を復活させる儀式がもうすぐ始まるだろう。誰にも止めることはできないのだ。あれ最初におった人ら？こっちも行ける？あ、広い、あ、行けへんね。あ、神のレベルが上がりました。またスキルポイント振ろう。じゃあここ入ってやな。この人ら。あれ、最初の人と違うよね。場所おかしいもんな、なんか。そのグラの変更いる？いる？今ここ上がって、あ、階層が違うかったってこと？はんはんはん、見えとる階層が違うかったんね。私たちネクロゴンド王国の民は、世界の平和のためにギアガの大穴から災いが生まれないよう見守っていたのだ。だがそんなことをしても無意味だった。もう誰にも滅ぼされぬ力で得てやる。魔王バラモスからな。はぁ、あ。じゃ、なんかすごい、センターっぽいところに来たんで、時間もいいところだと思うんで、今回はこの辺りで終了したいと思います。ご視聴していただき、ありがとうございました。お疲れ様でしたー。